全然違います。スクイーズ TV にマネーの虎が参戦。株式会社モノリスジャパン代表取締役岩井義明。数々の志願者を戦意喪失にさせてきた男に、果たしてゆずきは。ストレートドラジョゆずきのスクイーズ TV。 それでは早速今日コラボさせていただく方をね、ご紹介したいと思います、はい、令和の虎チャンネルの岩井社長です。よっご存知の方もいらっしゃると思います、うん、日本テレビマネーの虎で2年ほど、まあ、レギュラー的にですね、出てた男でございます、はい、このマネーの虎を丸パクリして丸パクリしてマネーの虎と同じようなことやってますんで、なるほど。スクイズ TV にマネーの虎参戦。この男、実はいや、最初トラってついてたんで、はい、阪神タイガース応援するチャンネルだと思ったんですけど、全然違います。ストレート来ましたね。だって星野選手を取っていったんだもの。そう、大好きなね、はい、なんですけど、熱い男が好きなんで、はい、でも良かったです。同じドラゴンズファンということなので、はい、やっていく企画はデデン、2021年のドラゴンズ先発ローテーションの予想大会。イエーイ。大盛り上がりのトラ、ゆずきと2021シーズンのドラゴンズ先発ローテ6人を決めていくこの企画。果たして2人が出す答えは。せーの、じゃじゃーん。どうだどうだ。2人が予想する先発ローテがこちらだ。ゆずきは沢村賞大野を筆頭に、右のエース柳、昨シーズン8勝を記録した福谷の3本柱、4番手にイケメン梅津、5番手には期待の右腕清水、6番手には勝野を並べた。対する虎岩井は、ゆずきと同じく大野雄大を筆頭、福谷、柳で3本柱を形成した。4番手には今季から18番を背負う梅津に、昨年育成から支配下になったロドリゲス、勝野を並べる布陣に。生っ粋のドラゴンズファン、虎岩井の考えはいかに。いや、まあこれ一番はね、はい、100人中100人書くよね。絶対に思う、はい、外すわけがない。そう、沢村さんですね。トラがボケる。沢村さんじゃないね。沢村さん、はい、おめでとうございます。大野雄大さん、おめでとうございます、はい、もう本当に沢村さん、おめでとうございます。おめでとうございます。やっと、やっとね、日本一のピッチャーになったね。本当ですよ、ね、それがね、ドラゴンズの選手から輩出されたっていうのだけでもまた嬉しいです。ありがたいですね。3年前はゼロ勝ですよ。本当ですよ、ね、多分こんな沢村賞ピッチャーいないよね。で、問題は多分ね、はい、2番と3番悩んだの、僕も。そうですね、どっちを上にするか。私もちょっとそこは違いますけど、はい、僕は福谷なんですよ。福谷さん、はい、今季は結構先発転向して、はいはい、いやー、あのまま消えていくと思いました、僕は。虎がこの後慶応大学出身に噛みつく。なんかね、うちの会社の慶応出身のやつとかもいて、うん、めちゃくちゃ応援してたんですけど、慶応出身ってねーみたいな、なんか対戦しない感覚がちょっとあるじゃないですか。でもね、はい、よくぞ先発でここまで来たよ。で、ね、安定感抜群なんで、僕はやっぱり柳も大好きなんだけど、はい、安定感の部分でいつも先発で6イニングぐらいだったら、うん、ちゃんと抑えてくれるっていうのは福谷の方が上かなと思いましたけ ど、ね、違いますか。逆にゆずきが虎に噛みつく。私はここが逆なのは、うん、こう右左のエースが 1,2 番手でいてほしいっていうのが。確かにね、それはあるよね。あって、はい、で、まあ、希望を込めてっていうのも、うん、まあ、多少あります。はい、4番は一緒じゃないですか。そう、梅津。ここに来て虎とゆずきの意見が初めて一致。これは、ね、選手はちょっとね、もうエースになってもらわないとね。いや、本当に何をしてるんだと、はい、何をしく、なんか、と、なんか立ち止まってるんだって思いますよ。やっぱり故障で仕方がなかったのかもしれないけど、うん、はい、あのまま行ってればねって思ったよね。そうですよ、投げ切ったのは良かった、はい、でもその後に怪我が出てしまったっていうのは、はい、自分はまだコントロールというか、まあ、自分の体を理解しきれてなかったのかなって思って。さすがの分析ですね。すごいね。ゆずきの分析力にあの虎がうなる。ねえ、二十歳の女の子はこんなに言うんだよ。すごいわ。いやいやいや、はい、さらにゆずきが虎に畳みかける。
すごいものがいいし、はい、スラッとした身長から投げ下ろしてくる球のキレっていうのは磨けば磨くほど本当に武器になるし、はい、いなきゃいけない存在だと思うの。私も入れました、ね、あとこう男前だからもね、はい、これ見切れますよね。人を呼びます、はい、人を呼ぶね人を呼びます、はい、人を呼ぶって、はい、人と幸せと笑顔を運んでくれるから本当に6番も一緒じゃないですか。なんいや勝野さんはね、はい、ちょっとまあなんだろう、今シーズン見てると、うん、まあ、立ち上がりがちょっと不安かなっていうのが、はい、あったんですけど、はい、それさえクリアしたら、はい、全然いけるとなるとか、戦力だなって思ったんで、はい、だって多分さ、はい、この6人以外の7、8、9番もそれぞれにあるわけじゃないですか。あります、もちろん。その中から勝野が6番に来たのはなんか不思議だよね、うんうん、多分同じ考えというかね、はい、運命かなと思いますけど。違うのがこれだよね。いや、迷いました。迷った、めちゃくちゃ迷いました。いや、なかなかに5番清水書かないよね。いや、これも趣味っす。希望的観測。趣味っす。この後トラが清水に対して予想だにしない発言。まあ、やっぱ甲子園優勝投手ってのもあって、はい、こうなんかマインドというか、はい、心の持ちようが強いというか、うん、クールに見えてめちゃくちゃ熱いものをすごく秘めてると思うし。顔いかついよね。顔いかついですけど。ヒューマンボイスみたいな顔してるし。顔の形が、はい、なんか爽やかクールイケメンなんですけど、はい、2軍戦で見てると、うん、まあ、結構先発で投げてることが多くて、はい、まあ、コントロールとかさえ磨いていけば全然戦力になると思うし、うん、勝つのよりも。ゆずちゃん、さっきから2軍戦、はい、2軍戦見てるとって言うけど、はい、そんなに見たの？見ます。あ、なんか現地ではないんですけど、はい、動画サイトで見たりとか、はい、ツイッターの方でファンの方とかってつぶやくじゃないですか。すごいよね。そういう情報を見て、はい、あとまあ上がってくる映像を見て、あ、今日こうだったんだ、ああだったんだっていうのを分析したり、まあ、でもこう月間の MVP、 あのファンもですけど、はい、取ったりしてるので、はい、すごい。トラが脱帽。僕はあのやっぱりね、ロドリゲスのやっぱ変化球だね、はいはい、解説者がみんな、いや、これは打てないよっていうのは本当に皆さんいますよね。皆さんいます、はい、うん、なんでやっぱ期待。あとこれ見て、数字、あ、これは勝ち星の数。この後、虎の仰天予想にゆずきが思わず。大野16勝、二、はい、谷と柳が13勝、うん、梅津が10勝、うん、ロドリゲスも10勝。夢しかない。で、勝野は8勝。夢しかない、これ本当にたまたま書いたんだけど、はい、実は足したら偶然70勝なんです、これで。うわ、優勝かも。それで、中継ぎとか抑えに勝ちがつくのもはいはい、はい、つくからね。もちろんもちろん。85勝ぐらいしたね。え、優勝ですね。でも優勝しかないよね、これ。で、俺毎年やるんだけど、はい、相当外します。これはでも希望しかないじゃないですか、はい、そう。でもやっぱりこの6人に入れられなかったけど、期待してる選手の一番手は誰ですか？一番手ですか、はい、小笠原慎之介ですね。ゆずきの推し小笠原にまたしても虎が牙を剥く。でも小笠原くんは僕の中ではちょっと太りすぎてる。あれはでもあの体型っていいのかな。ゆずきが反論。あの、小笠原くんももう少しこうシュッとなればいいかなと思うし、最近フォームがバラバラみたいな感じ、なんか定まってないとか、自分の中で迷いがあるみたいな感じが見えてるので、ね、一時は開幕投手もやったのにね。本当に、で、まあ、同い年っていうのが、あ、そうなんだ、あるので、はい、やっぱなんか出てこなきゃ困るっていう意味で、僕は山本、あ、たくみくんですか、はい、いや、めちゃくちゃいいですよね。いいね。私はこの2番手ですね、はい、その、あ、そうなんだ、考えてました。そこは僕と逆だね、うん、僕2番が小笠原。あ、本当ですか、はい、で、3番は、3番はあの松葉選手。やっぱそうね、うん、僕もここ書いてある松葉。本当ですか、はい、松葉選手、はい、本当は鈴木翔太とかね、言いたいんだけどね。マジ悔しかったっすね。マジ悔しかったっす。なんか、なんかクビになっちゃうんだみたいな。エースナンバーつけた男が、超ショック。本当ですよ、ね、ビジネスの酸いも甘いも知り尽くした虎がプロ野球の厳しさにおのろく。こう考えてみたら、はい、めちゃくちゃ投手いるじゃないですか。いますよ本当に。しかも、はい、あの、高橋君ドライチで帰ってきた中京大の子も来ましたし、来ましたし、こう、まあ、全然未来は明るいになったし、いますよ。今年も頑張ってくれます、ね、そう、2回ぐらい先発して病。そうですね、はい、やっぱこう困った時というか、はい、ちょっとなんか疲れてきた時のベテランの力ってやっぱ大事だと思うので。この後話は中継ぎの話題に急展開を見せる。大福丸の裏っていうかね、
もう一つ作りたいと思うんですよ。なんか大福丸の次がちょっと頼りがいが、うんうん、こう喋ってるだけで俺鳥肌立つことない。あの服の涙が思い浮かんで、もうなんかゾワゾワゾワくんねんね。わかります。もう毎回祖父江さんのなんかあの、はい、すごい鋭いなんていうのかビーム的な ねあの顔にもしびれるし、はいはい、もう本当安心安定というか、後ろも良ければ勝つんだなって、やっぱ本当そうだなって、はい、バッテリーだなって思いました。本当、トラ VS ゆずき、討論の結果は、ね、黄金時代の幕開けですよ。来た、はい、2021年は2021年、ね、10連覇の初年度みたいな。そうですね、はい、やべ、楽しい。どの親父で言われるんですか。何も始まってないんで言いたい方です。僕が死ぬまでずっと優勝続けてほしい。、はい、僕寿命短いんで、もういやいや、はい、まだまだ元気にお願いしますよ。もちろんノーマネーでフィニッシュです。この動画はですね、後編なんですけど、前編はあの社長のね、令和の虎チャンネルの方にありますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。はい、せーの、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。社長ありがとうございました。ありがとうございます。やっぱ野球選手じゃなくてあのサッカー選手だと思ってて、けど打てはしないよって。打てはしない。近所に藤川球児がいる。ご覧いただきありがとうございました。いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。